ワンポイントリハビリテーション第712回。さて先生、内部障害、これは一体どういったものなんでしょうか。内部の障害ね、はい、内部の障害、これはね、あの分かりやすく言えばね、うん、あの内臓っていうでしょ、はい、内臓って体の中にあって見えないところにいるんですけど、うん、はい、そこの、まあ、障害だというふうに考えていただければ一番いいんですけどもね、はい、あのですから、まあ、言ってみれば肺から心臓から腸から腎臓全部まあ入るわけですけどもね、うん、特にね、あのリハビリテーションの領域でこう進歩を遂げたっていうかはね、心臓のリハビリテーションとか、はい、それから肺理学療法っていうか肺のリハビリテーションっていうのはとってもね、うん、あの進歩して技術的にも進んできたんですね、うん、だから心臓のリハビリテーションというとどういうことかというと、まあ、心臓の手術なんかなさる方いますけどね、はい、早くからね、あの上手に動かすということを考えるんですよ、うん、で、まあ、この間って言いますか、もう1年近くなるのかしら、天皇陛下が心臓の手術をされたけど、はい、早くからね、リハビリテーションやって、うん、でそれは心臓そのものに対する訓練もあるけれども、全身のこう力なんかがね、うん、あの内臓が悪いとじっとしてて落ちてくるから、そういうものも鍛えていこう。だから陛下は確かね、あの1週間ぐらいしたらもう歩いておられたんじゃないかと思いますよ、うん、だからそういうことをしっかりやる、心臓のリハビリテーションもやるけれども全体として早く活動できるようにしてあげる領域、うん、そういったようなものがね、肺もそうです、そういうのをひっくるめて、内部障害のリハビリテーションとこう言ってるわけです、うん。